セルティック時代、ダリル・マイケル・マーフィーは、アイルランド,ウーード・ウォーター・フォード県、ウォーター・フォード出身のプロサッカー選手。アイルランド代表、ウォーター・フォード・ユナイテッド・ FC 所属。ポジションは、フォワード。2000年11月14日、ルートンタウン・ FC に加入。2002年4月18日に契約満了により、対談、故郷のウォーター・フォード・ユナイテッド・ FC に加入した。 2004年シーズンに14ゴールを挙げリーグのベストヤングプレイヤーに選ばれた。2005年5月、サンダーランドに2年契約で移籍。すぐにシェフィールドウェンズで FC に1ヶ月の短期レンタルで移籍。2006年2月12日のトッテナムホットスパー FC 戦で途中出場から同点ゴールを挙げた。2010年7月16日、 セルティック FC に100万ポンドで移籍。契約は3年。翌週のプレシーズンマッチリンカーンシティ FC 戦で移籍後初出場、初ゴール。8月1日のエミレーツカップアーセナル FC 戦でもゴールを挙げた。リーグデビュー戦となったセントミレニ FC 戦では途中、出場した。翌週のマザーウェル FC 戦で PK を決め1から0の勝利に貢献した。 キルマーノック FC 戦でも PK でゴールを挙げた。2011年5月1日、ダンディーユナイテッド FC 戦でホーム初ゴール。2012年8月30日、イップスウィッチに1年間レンタル移籍。2013年6月7日、完全移籍に移行し2年契約を結んだ。2014-15シーズンは年間を通じて校長を維持。 2015年2月14日の試合で2得点を上げ通算21ゴールとし、ダレンベントが2004から2005シーズンに達成した、クラブ記録のシーズン20ゴールを更新した。最終的にスコアを27ゴールまで伸ばしチャンピオンシップの得点王を獲得した。2015年7月15日、契約を2年延長。2016年8月28日、チャンピオンシップに降格した。 ニューカッスルユナイテッド FC に2年契約で移籍。2017年1月7日の FA カップ、バーミンガムシティ FC 戦で移籍後初ゴール。2017年7月、ノッティンガムフォレスト FC へ3年契約で移籍。2019年9月、ノッティンガムフォレストを退団し、ボルトン・ワンダラーズ FC とシーズン終了までの契約を結んだ。2020年9月4日、 フルスノーウォーターフォード FC に15年ぶりに復帰。2007年5月24日のエクアドル代表戦で初キャップ。2016年9月5日の 2018FIFA フフワールドカップヨーロッパ予選セルビア代表戦で初ゴール。ありがとうございます。